エッチの際、相手が喜ぶと思ってしたことが、全くハマらなかったことはありますか？一つだけあります。なんか男性が勝手に、コスプレとか好きだと思ってて、なんか自分が、可愛いと思ったコスプレとか、セクシーに見えるかなーって思ったのを、ちょっと長く付き合って、新鮮さを出したいっていう気があったので、それをやったんですけど、可愛いとは思ってくれたみたいなんですけど、聞いた話によると、やっぱ一番は裸かなーって言われました。はい。なんかでもその人にとっては裸が一番好き。そうですね。そうなのかなーって思ったんですけど、その人にはハマらなかったんですよ。それが失敗談です。その後、ちょっとね、コスプレはもうできないなーって思いました。だからちょっと悲しくなりました。はい。料理してるときや掃除してるときなど、彼氏が後ろからいやらしい部分を触ってきて、家事そっちのけで、一応したことありますか？家事をやってるときは、ないかな。家事っていうか、漫画を読んでるときだったらあります。なんかそういうくつろいでるときに、襲われたことあります。漫画を読んでる姿が、こう、うつ伏せで、漫画を読んで、多分短めのタイトなスカートを履いてたんで、ちょっとね、見えちゃってたのかもしれない、後ろから。なんか想像できますかね。うつ伏せで、タイトなミニスカートを履いてて、漫画をこう、前鏡で読んでて、後ろ多分見えてますよね。見えてたんですけど、ちょっと夢中になって読んでて、なんかそのシチュエーションで、はい、襲われました。襲われたというか、なんかちょっとびっくりしましたね、最初。後ろから来たんで。後ろがこう抱きしめるように来て、で、そうですね。そっから、ちょっと漫画を、ポイッと置いて、なんかそういう、ね、感じになっちゃいました。